おはようございます。よろしくお願いします。はじめに新型コロナワクチン令和5年秋開始接種についてです。私の方からは主な部分をお話し、詳細につきましてはこの会見後に担当部長から説明をさせていただきます。正式決定はまだですが、生後6ヶ月以上のすべての方を対象とした令和5年秋開始接種は9月20日から開始される予定と聞いております。これに伴い本市では医療機関にワクチンが配送される9月21日から順次個別接種実施医療機関で接種を開始します。また集団接種につきましては9月30日から開始します。使用するワクチンは今回から新たに現在の流行株である XBB1 系統に対応したワクチンとなります。なお今回の接種から本人や保護者に課せられる接種の努力義務の対象が重症化リスクの高い65歳以上の方と64歳以下で基礎疾患を有する方となります。ただし接種の努力義務は適用されなくとも接種を希望される方は接種を受けることが可能です。新型コロナウイルスの現在の流行の主流となっております XBB1 系統に対しこれまでのワクチンよりも高い重症化予防効果が期待できる今回のワクチン接種を積極的に検討をお願いしたいと考えております。次に G7 新潟財務大臣中央銀行総裁会議の経済波及効果等推計調査の結果についてです。配布資料をお配りしております。はじめに1、調査の目的は会議の開催効果を把握するとともに今後のハイレベル国際コンベンション誘致等にかかる参考資料として活用するものです。2、推計結果については会議開催経費や宿泊費などによる経済波及効果が8億4579万円で、そしてテレビ新聞報道など広告料金に換算したパブリシティ効果が19億396万円の推計値となりました。 G7 財務大臣中央銀行総裁会議は閣僚会議の中でも特に注目度の高い会議ということもありまして、3、これまでの国際会合の推計結果一覧に記載のとおり、経済波及効果とパブリシティ効果のいずれもこれまでで最も高い数値となりました。特にパブリシティ効果においては、前回の G20 新潟農業大臣会合の約4倍の数値となりました。なお資料にはありませんが、調査にかかる宿泊施設への聞き取りでは、これを機に外国人を採用しインバウンドへの対応を強化したホテルや人手不足の対応に向けて設備投資を行ったホテルがあったと伺っております。またゴールデンウィーク後の期待にも後の時期にもかかわらず非常に多くの関係者による宿泊費やバンケット利用料など売上が増加したとの声があったと聞いています。本市といたしましてはマイスの誘致等にさらに積極的に取り組むとともに官民一体となった国際都市としての充実を図り交流人口の拡大や経済の活性化につなげていきたいと考えています。次に案件外となりますが新潟交通株式会社との運行事業協定についてです。協定については年内に締結することを目指して新潟交通と協議をしており、本日はこれまでに合意している内容についてお話をさせていただきます。現協定ですが、その役割を果たした一方バス交通を取り巻く課題に対応し本市の未来を見据えたものとするためには単なる延長ではなく現協定は終了とすることで区切りといたします。その上でお互いの信頼関係のもと
現在のバスシステムを引き継ぎながらも、より良いものとしていくために、未来志向で、かつ実現可能な事項を盛り込む方向で、新たな協定の締結を目指すことで合意いたしました。その理由としては4点あります。1点目には、現協定には現時点で効果が見込みにくい専用走行路の整備や、実現困難な青山結節機能の整備が盛り込まれていること、また、現下の社会情勢では困難なバスの走行距離の確保が含まれています。2点目として、コロナ禍によるバス利用者数の大幅な減少や、人件費や燃料費などの高騰による輸送コストの急激な上昇など、現協定締結時とはバス交通を取り巻く環境が大きく変化しているということです。3点目として、これまでのバス運転手の慢性的な不足に加え、来年度はさらに労働時間の規制が適用される、いわゆる2024年問題により、バスサービスの供給力不足はますます深刻化し、バス交通の維持確保に大きな影響を及ぼすことが予想されます。4点目として、本市のまちづくりにおいても、今年度末には新潟駅高架下のバスターミナルが供用開始し、新潟駅の南北市街地の一体化に向けたまちづくりの大きな転換期を迎えます。これらの課題に的確に対応し、本市のまちづくりと連動させるためにも、現在の協定を終了させ、本市の未来を見据えた新たな協定を締結する必要があるとの認識を新潟交通と共有しています。新しい協定では、現行のバスシステムを引き継ぎながらも、さらにより良いものとするため、市民の皆様からも期待される新潟駅南北市街地の一体化に寄与するバス交通の実現や、深刻化する運転手不足への対応など、未来志向でかつ実現可能な協定としていきたいと考えています。なお、実現に向けた具体策、協定の期間、目標、役割などについて引き続き鋭意協議していきたいと考えています。本日の報告は以上となりますが、今後の協議の内容につきましては、機会を捉えて、ご報告をさせていただきます。私からは以上です。